統一条約は、ドイツ連邦共和国と、ドイツ民主共和国との間における、ドイツ民主共和国を消滅させた上で、ドイツ連邦共和国に編入させることにより、ドイツを再統一させることを定めた条約。正式名称は、ベルトラッグツビッシェンデア・ブンデスレプュブリーク、ドイッチュランド・ウント・デア・ドイチェン・デモクロティション、リパブリック・ウーバー・ダイ・ハースタラン・デア・アインハイト、ドイチェランズ、 1989年の東欧革命、ベルリンの壁崩壊によって、東ドイツではドイツ社会主義統一党の一党、独裁制が崩壊し、ドイツ再統一への動きが高まっていた。東ドイツの最初で最後の自由選挙となった1990年4月の人民議会選挙では、早期の統一を主張する勢力が勝利し、1990年7月1日には、 東ドイツに西ドイツマルクが導入されていた。7月2日、東西ドイツの間で、ドイツ再統一に関し、本条約の協議が開始された。この時のドイツ連邦共和国側の代表は、ボルフガング・ショイブレ。ドイツ民主共和国側は、ギュンター・クラウゼであった。8月31日に調印に至っている。統一条約では、1990年10月3日に、 ドイツ民主共和国はドイツ連邦共和国に編入されることが定められた。つまり本条約の発行によりドイツ民主共和国の各州はドイツ連邦共和国の州となることとされたのである。本条約には以下のような規定がある。本条約を有効とするためには占領国のドイツに関する権利を放棄することを定めたドイツ最終規定条約の発行が 必要であった。本条約には同時に、編入される地域において、ドイツ連邦共和国の法規範が適用されるという規定が盛り込まれている。ドイツ連邦共和国の法規範は、一部の例外を除いて、編入と同時に、旧ドイツ民主共和国の領域においても、効力を持つようになった。従来のドイツ民主共和国の法は、 基本的には編入の時点で執行することになった。ただし例外的に個別の規定については、統一条約の規定により新しい連邦州の州法として存続させることとなった。その後、これらの規定の多くは、新たな州法の制定により執行した。ありがとうございます。